ラムダ株は昨年末にペルーで確認されました。そこから感染が一気に広がって、今ではペルー国内のコロナ感染者のおよそ9割を占めていると言われています。そう話すのは感染症の専門医で、カナダ内科クリニック渋谷院の田中正幸院長。依然として、猛威を振るう新型コロナウイルス。日本国内の感染者数は累計で100万人以上。 死者数も1万5000人を超えるなど、第5波による感染拡大は深刻だ。その要因の一つとして、強い感染力を持つコロナのインド型変異株、デルタ株の蔓延が挙げられている。そんな中、新たな変異株の脅威が囁ささかれている。それが、ペルー由来の変異株、ラムダ株だ。すでに国内でも確認されていて、ペルーに滞在歴のある女性が7月20日に、 羽田空港に到着。検疫が実施した検査でコロナ陽性が判明しました。その後、国立感染症研究所が詳しく調べたところ、ラムダ株と確認されました。スポーツ指揮者、デルタ株と同様に強い感染力。前室の田中委員長によると、ラムダ株の感染力はデルタ株と同様に強いと言われていますね。アメリカの CDC。 疾病予防管理センターによると、デルタ株は一人の感染者から5から9.5人に感染を広げると報告されている。ラムダ株の感染力もそれに匹敵するというのだ。医療ジャーナリストの村上和美さんは、こう付け加える。確かに、ラムダ株は初期段階の研究では、デルタ株と同じ程度の感染力があるという結果が出ています。ただし、現実にどうなるかは、 正直言って不明ですね。というのも、ラムダ株は、ペルー、チリ、アルゼンチンなど南米を中心に31カ国で確認されているが、なぜか南米のボリビアとブラジルでの感染者数が劇的に少ないんです。ブラジルにおいては、ペルーの50分の1ですから、ラムダ株の感染力についてはまだ謎の部分が多いんです。どう、村上さん、8月12日には、 テキサス州などアメリカでもラムダ株が出現していることが発表され、世界的に感染拡大の兆しが見えているのも事実。別の医療関係者はこう話す。ラムダ株はこれまでのウイルスより感染者の体内のウイルス量が10倍以上も多いという報告もある。決して侮ってはいけない。ワクチンが効かない可能性も。次に、ラムダ株の毒性について、一般的に感染力が強ければ、 毒性は弱まると言われている。つまり、感染力と毒性は反比例するようだが、ペルーでは19万人がラムダ株で亡くなっています。その数は全人口3300万人の0.57%に及びます。死亡者数を見ると致死率が高いように思えるが、重症度が強いかどうかについては、実はまだよくわかっていません。症状についても、 これといった特徴が見つかっていないんです。では、ワクチンの効果についてはどうなのか。ラムダ株は新種ですから、ワクチンが効かない効き目が低下するということも十分に考えられます。だが、日本はファイザーやモデルナのワクチンを使用しているが、ペルーは大半は中国のシノバック社製を使用しているため一概には比べられないという意見も、どの程度防げるかはわかりません。 ですが、一定の範囲内では効力を発揮するでしょうから、やはりワクチンが最も効果的だと考えるべきです。前室、村上さん。それに加えて、やはり徹底すべきことは、マスクの着用、手洗い、そして3密を避ける。この3つは心がけるようにしてください。田中委員長。空港での抗原検査には、穴が、前述した、ラムダ株国内発感染者の女性。その後、 彼女が実は五輪関係者だったことが判明し情報を隠蔽したのではと問題となっている東京オリンピックパラリンピック関係者の感染者数はすでに500人を超えている組織委員会による感染対策のガイドラインでは選手のほか家族マスコミ関係者などにマスクの着用をはじめ公共交通機関を使わないことなど60ページを 超える膨大な規則が設けられているが、新宿などの繁華街や観光地に出没していた五輪関係者がどれだけ目撃されたか。ガイドラインなんて全く意味ないですよね。前室、スポーツ指揮者。8月24日からスタートする東京パラリンピック。実は南米の選手団124人はすでに来日している。空港の検疫所では15分程度で結果が出る。 抗原検査をして、結果不明の人だけに PCR 検査を行うという方式をとっています。しかし、抗原検査は PCR 検査より感染者を検出する精度が落ちるので必ずすり抜けが起きてしまうんです。前室、村上さん。ラムダ株によってさらなる感染爆発が起こらないことを願いたい。